身長165センチ、体重64キロ。この小さな男が世界に挑む。緑の空手は、小兵と呼ばれるのを嘲笑うかのように大きく大胆だ。そして並々ならぬ勝負への執着心がある。誰とやっても勝てる。緑は自分にいつもそう言い聞かせて試合に臨む。善戦しても負けは負け。緑は勝つことにだけ集中した。勝負は大小関係ないですからね。小さいから負けたとか、体重がないから負けたとか、そんなの第一の勝負ですからね。体小さくても小さなりに頑張ってウェイトトレーニングに勝ちしちゃって、人の倍または3倍練習したらですね、絶対それは勝負に対しても試合に対しても絶対出てくると思うんですよね。だから小さいからといって全然悲観もしてないですし、自分が身長があと10センチ、体重があと10キロ、20キロあればいいななんて、一度も思ったことないですね。緑の強さを支えるこの肉体は、一朝一夕に出来上がったものではない。空手家としての第一歩、肉体を甘やかすな。想像を絶するウェイトトレーニングが小さな緑の体を鍛え上げ、たくましくした。勝よく大を制す。そのために緑は徹底して自分の肉体をいじめ抜いた。昭和37年、緑健二は鹿児島の奄美大島に生まれた。小さい頃から負けず嫌いで、自分より体格の大きい者たちを倒してはガキ大将ぶりを発揮した。中学生になると一段と強さに憧れるようになり、2年の時空手の道を志した。中学入学当時、緑の身長は133センチだったという。強くなりたい一心で緑は両親を説得し、東京の私立目黒高校に進学した。そしてその年の秋、極真会館城南支部道場の門を叩くのである。この緑にも挫折の時があった。それは第1回ウェイト制大会で4回戦で敗退した時である。故障を押して出場した自分の甘さ。故郷奄美大島に帰った緑は、日夜酒に明け暮れ、ただ悶々とした日を送った。それも2ヶ月続いた。そんな彼を父は一言も言わず黙って見守った。ただ黙って、あれほど家業を継ぐことを願った父が、目が覚めたように緑は父の後ろ姿に心の中で両手を合わせた。もう一度自分に納得のいく空手をさせてくださいと。それを緑が口にしたとき、父は黙ってうなずいた。父はこの心を知っていたのだ。再び道場に戻った緑を広重師範は温かく迎えてくれた。飛べるじゃないか。飛べるのに腰を上げててダメだよ。おろせおろせ。それで膝カートが取れて、こういう感じで床引きで曲げたままで、ここが入ってくるんだけど、膝を甘
広重師範はパワー不足に悩む弟子に徹底したウェイトトレーニングを命じるとともに、勝負は自分自身との戦いであることを教えた。緑の恩師広重師範は第2回世界大会の日本代表選手である。師範は弟子たちに口を酸っぱくして2つのことを教えた。一つは自分の空手をすること、一つは最後まで勝負を捨てるな。緑は広重師範のこの言葉を肝に銘じた。そして見事に自分本来のペースと型を作り上げていった。肘を曲げたままでいって、そのまま打てるように。さあ、人と人との出会いっていうんですか、で飾りもなければまた嘘もない、その人間関係ですね。一緒に汗を流して本当に一緒にきつい練習して、そういう練習っていうのはこれからもまたずっと同じような付き合いができるっていうのは、本当その極真空手やってなきゃ出会いもなかったですし、もう一番大事な二文字ですね。広重師範の心ある指導、山木健二をはじめたくさんの同情生たちとの出会い、緑は環境にも恵まれどんどん頭角を現した。そして1988年三段を取りに本部道場の商談審査に挑んだ。30人組手で3割以上の一本勝ち、または優勢勝ちを収めなければならない。
その場にパッとヒョンとできたとしても、そのスパーリングの中でできたとしてもですね、組手じゃ絶対使えないんですよね。だからそれをもう何回も何回ももう自分の体に染み込まして、またそのスパーリングで使える技を今度は組手でやってみて、いざやってみると絶対前も違ってきますし、相手の規約も違ってくるんで、なかなかうまくいかないんですけど、それも体に何回も何回も染み込ますと使える技になっていく、なった技もあったんですよね。それを同じことをもうバカみたいにやって試合でも出た技あったんですけど、その技をですね、これからも練習して練習して、一つ一つその技がどういう場面でもですね、こう使えるようになっていったらいいんじゃないですかね。なるほどね。20人目です。気合い入れて。今
まるか、二人ね。よっしゃあ、いきなり飲みますよ。はい、しゃめ、えっ、おっしゃ、気合いで、気合いで、はい、しゃめ、えっ、よいしょ、よいしょ、よし、よし、それやな、やがって、やがって、よし、よし、よいしょ、落ち着いて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 、
30人を相手にした緑の組手が終わった。日本人離れした持ち前のバネ、腕力、スピード、天性の勝負感、それらの全てを出し切った組手であった。大山増田総裁は緑を表して理想の組手、点を中心として円を描き、将が台を倒す空手の理想像であると語った。緑は入門後3ヶ月経った初めての審査で5級、1年を待たずに茶帯に昇級するというスピードぶりだった。30人組手を終えた緑はその時初めて自分の空手を確信したという。春で満開の時期かなんかに来て、それでトレーニングしたらもっと気持ちよかったですね。そうだな、練習の後の花見で日々が始まってきて、飲めないくせにトレーニングの合間に城南支部の同情生たちとくつろぐ二度。みんなが集まると話題はやはり空手。空手が青春だと胸を張るみんながとても清々しい。趣味になってね、みんなと一緒になって考えてくれて、練習は厳しい、怖いけどな。今見て分かれてる、必ずパンチで圧力かけるから蹴りが入るんだって忘れないよね。はい、ゆっくり行こう。同情生たちは口を揃えて強くなりたいから極真空手を求めたという。極真空手の真髄は一言で言えば破壊力である。だから逆に打たれた時の強さとスタミナが問題になる。そしてそれは強靭な精神をも養う。緑の場合、他の同情生と比べ破壊力も打たれ強さもやはり一歩抜き出たものがある。そして極真空手の最高の魅力は、本気で打ち合ったものだけが分かる友情と信頼ではないだろうか。一本に立ったら足払える。よっしゃ。
よしこれ。相手の懐に入って間合いを潰して戦う。それが小さい選手のペースに持ち込む基本だ。小兵であることはハンディではなく、いかにそれを生かすか。緑が自分に問い続けたことである。軽量という長所を生かして攻める。負けず嫌いの緑らしい言葉だ。9年間に及ぶ緑と空手との戦いはまさしくこの言葉の実践だった。はい、時間。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。1987年夏、第4回世界大会を控えて日本の代表選手15名を含む合宿が行われた。厳しいトレーニングを懸命にこなしていく選手たちの中に緑の顔がある。そして松井、1日 7,8 時間に及ぶトレーニングメニュー。極真空手の精鋭たちに大山総裁自らが指導する。この夏の合宿に臨んだ緑は密かに期することがあった。奄美大島にいる父との約束をどうするか。それは学業を終えたら故郷に帰ることだった。だが極真空手との出会いはあと1年、あと1年とそれを延ばした。大阪大会、全日本大会、そして今度の世界大会が父との約束のリミットだった。今まで自分の両親にですね、中学卒業してずっと自分のわがままを聞いてもらって、親が授業をやってますんで、世界大会まではどうしてもいろいろね協力してくれてもらって、世界大会終わったらみんな帰って期待するから、そういう話でずっとずっと説得してきて。みどりは今まで一人息子のわがままを許してくれた父に今大会を最後に引退すると誓い、空手に打ち込んだ9年間の全てを世界大会にぶつけようとしていた。第4回オープントーナメント全世界空手道選手権大会が1987年11月日本武道館で3日間にわたって行われた。世界77カ国207名の選手が参加し、空手道の頂点を目指した。緑健二にとって選手生活最後の大会となるにふさわしい晴れ舞台であった。大会初日、緑健二は C ブロックから出場した。ファンの大歓声が緑の人気を物語る。悔いのない戦いを。気合十分で緑はマットに上がった。小さな緑がマットに上がるとファンは大いに沸いた。天性の明るさと歯切れの良い技にたくさんのファンが期待を寄せる。外人選手との戦いは初めてだが、緑には不安感は少しも感じられない。細かくいこう、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 
頭下から空振り1分下から空振り1分経過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 やめ
ニトリは、はつらつとした試合で3回戦までを勝ち抜いた。まさしく、勝よく大を制す。軽量であることを攻撃の武器にしたニトリの組手は、華麗でさえあった。ニトリの当面の強敵、優勝候補の一人、5回戦でぶつかるマイケル・トンプソンだ。トンプソンとの戦いに向かって、ニトリの気合は嫌がる上にも高まっていった。ブロック見たら、トンプソンと5回戦で当たるって。それで、絶対、そこまで行く。だけど、絶対勝ってやる。そういう気持ちで行ったんですけど。世界大会の前、トンプソンについて様々な情報が飛び交っていた。大方がトンプソンの練習不足を指摘していたが、情報は間違いだった。3回戦までのトンプソンの試合ぶりから、トンプソンを倒さなければベスト4には入れない。ミドリは正念場だと思った。しかしその前にもう一人大型選手との一戦が待ち受けていた。対戦の相手、ブラジルのアデリーノ・ゴンザレス・シルバはミドリにとって思わぬ伏兵だった。シルバは徹底的にミドリを研究し尽くしていた。そして一方ミドリはシルバの情報を何一つ持っていなかった。懐に飛び込ませないシルバの作戦にミドリは手こずった。試合は長引いた。延長を重ね、ミドリは粘った。そして攻めた。負けるはずのない相手、ミドリは最後まで相手を飲んでいた。延長2回の末、規定通り体重測定、10キロ以上の差。試し割り枚数もシルバを上回ってミドリは勝ちを収めた。試し割りの枚数18枚。一方トンプソンは1、2、3回戦を順当勝ちしたものの、4回戦で日本の橋爪選手と対戦、苦戦を強いられていた。しかし延長3回の末、4-0 で勝ち上がってきた。ミドリが正念場だと言った強敵マイケル・トンプソンとの戦いが始まった。
開始直後、トンプソンの後ろ回し蹴りが緑の顔面を捉えた。緑は一瞬冷静さを失ったという。試合が終わってしまった。無念だった。その悔しさは緑本人でなければ分かるまい。緑は広重師範の前で思いっきり泣いた。試合に臨んで、その出会い頭にですね、後ろ回しを顔面にバーンともらったんですよ。それでもう頭カーッとなって、もう何かやろうとしたらすぐも飛び出る、なんか当たってくれって、そういう気持ちじゃやっぱり勝てないですよね。そうするとやっぱりその悔しさっていうのは、むしろ技が通じなかったとか、それから戦法がまずかったとかいうよりも、もっと原点の部分での悔しさですか。自分の組み手を最後の試合でできなかったっていうんですか。自分の組み手ができなかった。半端な負け方をしたままでは現役を終わるわけにはいかない。緑は思った。納得するまで引退などあるはずがない。よし、空手と緑さんっていうのはの関わりというのは、いや、空手はもうずっとこれからも、自分の体が30、40になっても、まあ無理でしょうけども、30、40になってもですね、ガチし生徒を汗で、自分が汗で先頭に立って汗を流しながらですね、先頭になって引っ張っていこう、そういう気で。よし、1、2、3、4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 、
その傍ら、子供たちに極真空手の技と心を教えている。トレーニングも一日として欠かしたことはない。空手が好きで好きでたまらない。緑の中にまだ燃え続けるものがあるのだ。燃え続けるものが。あのトンプソンとの戦いは完敗だった。自分の力を出し尽くせなかった。このままでは納得できない。燃え続けるものがある限り、そして燃え尽きるまで、この気持ちを父は分かってくれた。近くマットの上に再びその緑賢治の炎の塊のような姿を見ることが必ずできるであろう。9月から9、10、11、2ヶ月間、死者のもとで、また山木君、岩崎君と共にきつい練習をやってきたということが一番、そうですね、励みになりましたし、増田君は去年の決勝に渡って、その辺のことは、いやもう去年の下流回数とかするんじゃなくて、もう最後に一生懸命お互いの全てを出し合ってやりましょうっていう試合前にいまして決勝戦を迎えました。優勝、緑賢治選手。
緑健二、第5回全世界空手道選手権大会チャンピオン。小さな巨人と呼ばれ、小翼大を制する組手を体現してきた男である。1985年、第2回全日本ウエイト制大会軽量級優勝を皮切りに、緑は数々の名勝負を残してきた。体力至上主義と言われ続けてきた極真空手シーンに偉大なる革命を引き起こした男、それが緑健二なのである。湯河原、ここは緑にとって思い出深い場所である。1991年夏、世界大会に出場する日本代表選手がここに集合した。本家日本危うしという危機感に追われながら、緑たちは固い絆のもと特訓に励んだ。振り絞る汗が白い結晶に変わり、己のプライドが粉々に吹き飛ぶまで彼らは稽古に没頭した。それは緑にとってこの上もなく暑い夏の合宿だった。そしてこの日、湯河原は新緑に包まれ、春の息吹に満ちていた。全国から集まった総年部の道場生と支部長たち、彼らと共に汗を流しながら、緑は一人1年前のあの日を思い出していた。夜、緑は合宿に参加した本部内弟子たちに自らの技術やトレーニングを伝授する。布団が片付けられ、宿泊所はトレーニング場と化した。世界大会前、緑は徹底的に計算し尽くされた緻密なトレーニングを実行していた。体力に大きなハンデを有するからこそ、トレーニングにかける緑の熱意は凄まじかった。内弟子たちにとって、緑が培ってきたトレーニングに直接触れることは何よりの財産となる。彼らは必死の形相でトレーニングに没頭する。合宿所の片隅を利用して組手技術の指導を行う。世界チャンピオンの生きたテクニックがここに蘇る。当てないでこれだと相手いけないからね。受け出し意識を持って、ゴーンと切って。そうです。ところにそう。もっと膝を買い込まないと相手の肩口に当たってしまう。もう少しさ、ぐーっと買い込んで、このスナップで切ってくる。よし。よし。だいたいそのまま意識がわっと、意識がここにこう来てるときにね、蹴られるとものすごい効きます。だから視線も相手の上段を蹴る視線で持ってって蹴ってね、でそこからちょろんと中段に蹴って、ちょっとスピード出して、
必ず意識を上段蹴るぞと思ってってこうします上からドーンと上からドーンと落とすような感じの蹴りをやるとわ上段が来たと思ってそのまま手段蹴ることができます、うん、はいちょっとやって、うん、そう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 今のよほらよしおいしそうはい相手はおかし蹴ってくのに合わせてちょっと絶対に足を踏み込んだり足を動かさないこのままでスッと来た相手は攻撃したポン蹴りますこの技でこれでうまく当たれば顎に入ったらね技ありか一本取れる場合もありますしかしこれで取れなかったにせよはい来たら受けてちょっとこれで相手は体勢今のように体勢が崩れます来たらどんどん崩したそこから崩して次の攻撃につなぐはい、ここまで買い込んで買い込んで蹴るとの軸足が自分のかかとが相手に沿うぐらいバーンと買い込んだそしたら蹴るとの軸足が必ず相手の方に向くとそれだけ腰の入る蹴りができます軸足が返ってないと腰はなかなか入らない軸足がスッと入るだけで腰の入りが違ってきますはい、今みたいな感じで前足をうまく使うと中に入れないんだよし、ね、で蹴らなくてもパッとこうやるだけで相手がガードを上げるからよしそしたらいいパッとパッとパッと次の攻撃も入れるよし蹴ってからよし相手が蹴ってきて蹴るんだったらもう間に合わないからよし来たと思ったらもう来なくても蹴ってしまうよし来なくてもよし来てこう構えていいかよし来なくてももうカバーしながら蹴っていかないでしょやっぱりガード下がりながら蹴っていく蹴っていくかなそれに合わせて回転してあごを狙ってよし来たと思ってこういう技があるとなかなか中にね夜にバン飛び込めないよし今みたいな感じでちょっと振り切るからね顔をパッと出してよし来たドンと下回しもう一回よし同じくポンと後ろに来たポンこれをね後ろ蹴りをはいまっすぐ蹴っていくとまっすぐ蹴るとね相手もこう横にずれて蹴ってるでしょ横にずれて蹴ってるからまっすぐ蹴ると絶対当たらないこれをはいあそこをポン向こう側に蹴るような気持ち蹴っていくと前ぐらい相手に、はい、よし蹴りましてはい、これに合わせて蹴りをあれ、後ろにずらしていくよしよしちゃんとかかとが側頭が入るんじゃないかかとでドン相手が上段でも一緒よ相手上段蹴ってきたの、うん、上段蹴ってくるドン、うん早くしたいけど上段が早かったらね もらってしまうから、ね、だそれはもう本当に狙ってチコバチコバンまたは上段が来たら受けてお
前足で、バクトン、前足で、相手を突き放して、これで、はい、受けに入って、そう、受けに入ったら、このまま外、上段に持ってくる。トントン。これでうまく入ればいいけど、これでも入らない。入らない場合は、そのまま崩して、すぐパンチにつなぎます。前足ポンポンと出すだけ、はい、前足でそう打ち来ても打ち来てもそう前足で止めたらね大体入んないね。こう構えて蹴られてきてポンポン、うん、こっちで蹴ってもこういう感じで前足でポンポンと相手の体勢も崩すことができる。カウンターでうまく入ったら今みたいな感じでね。よし。本当に体勢崩して倒すことができる。でこう肩叩かれる時と足を上げてどっちが効く？上げたら効くでしょ。こうなってるとガンと筋肉締めれないから、だから下段に合わせて、はい、ガーンと感じて、どっち来てみましょう。こう下段蹴ってきた、それに合わせてほうほう、うん、来た、こっち来てみましょう。前詰めて、ピランとか蹴ってみましょう。ここから押し、ポンポン、ポンポン、こうついていくと、ないとピラン蹴れない。前が、この前で、あとなかなか相手に蹴られてしまうけど、接近する場合あるでしょ。本当にギャラン蹴る、ポンポン、必ずギャラン蹴るからパンチを、ここでもこう返して10割で、ダーンと上がってもずれたら全然威力が違う、ね、自分で当たって、あ、この人ゲラン強いと思ったらそのままで合わせてドーンとやるんじゃ、そしてあなたをここにずれながら、はい、違うよ、こっちずれながらこんなツツツツってやるとスピードが あるから違うよ、このまま、うん、そう、結構いけてきて、見てる構えで下段、中段、上段蹴っていく。だから相手はね、ガードを上げるんだけども、このままで、ですぐ足がつくと同時にパンチ出して、絶対この足を踏み替えたりしない。山川君はこういってるから、相手も上段と思わないんで、このままちょっと、これだけでも、上体をこう前じゃなくて、ちょっと上段をパッと。蹴るぞって上段をパッと蹴るぞって上段を受けて、この中で拍手
こうやって足を動かしてるときはね、呼吸をね、整える。押す。ふらーって、そのときに、呼吸整えるわけにいかないから。押す。あるいはパッと、相手の気持ちをこう、こういうふうな感じで、かわして。緑の空手は基本的に極めて正攻法と言っていいだろう。体力のハンデをものともせず真正面から相手と打ち合う。それが緑の空手である。超人的なスピードとタイミング、瞬発力がそんな緑の空手を数倍にもパワーアップさせていたのだ。相手を制するために最終的な決め手となる技術は突きである。どんなに華麗な蹴りの使い手であろうが、またどんなにパワフルな蹴りを持っていても、突きの技術がなくては一流の選手とはなり得ない。その意味で緑は突きの名手と言ってもいいだろう。相手の懐に入って間合いを殺す、自らの制空権の中で打つ、相手に受けの余裕も反撃の隙も与えない。徹底的に打つことで相手の体勢を崩すのである。足蹴りの弱点は相手にその間合いと軌跡を読まれやすい点にある。緑の回し蹴りは相手が想像もつかない距離から意外な軌跡を描いて飛んでくるところに大きな特徴がある。そしてそれを可能にしているのが突きからのシャープな連携技だ。まずは突きで相手を惑わせる。間髪を入れずに突きの間合いから蹴りを放つ。このように相手の意識をそらせ、予想外の距離から蹴るのが緑のテクニックなのである。女性全日本大会、当時から緑は突きからの蹴りを多用しているが、まだ蹴りの踏み込みが浅く相手に受けられることが多かった。これが数年後には見違えるほどに破壊力を増すことになる。身長に大きなハンデを持つ緑が勝機を得るためには、いかにして自分の間合いで戦うか、それに尽きると言ってもいい。緑はこれを意外なほどの正攻法で乗り越えた。相手の呼吸を読み、一瞬のタイミングで相手の懐に飛び込む。ある意味では実に危険性が高い技術であるが、
緑は天性の勝負感とスピードでそれを可能にした。この技術は相手の一瞬の隙を突く緑ならではのテクニックと言えるだろう。大きく踏み込んで相手の後ろ足、つまり軸足を蹴る、この技術は相手の体勢とタイミングを崩すのに大きな効果がある。相手の体に密着して蹴るため、間合いは完全に緑にコントロールされる。実戦空手とは言っても試合に勝つためにはルールに即したテクニックを習得する必要がある。これはまさしく極真ルールの特性を利用した緑ならではのインサイドワークだ。下段蹴りなどの蹴りが大きな鍵となる極真ルールでは、互いの意識の半分以上が相手の蹴りに向けられる。緑は緊迫した間合いの中、蹴りの動作を目線で示唆することで相手の動きを完全に惑わせることに成功した。まさに心理戦においても緑はエキスパートだった。前蹴りは空手において最も基本的な技であると同時に、その応用範囲も広い。だが小さな選手にとって前蹴りを自在に使いこなすことは困難なこともまた事実である。カウンターをもらいやすく、膝でブロックもされやすい。しかし緑はそのハンデを確実に乗り越えた。蹴り足を回し蹴り的にサイドから持っていく。インパクトの瞬間、軸足を大きく返す。これによって蹴りの射程距離が飛躍的に伸びる。緑はこの蹴りをあらゆる局面で多用した。まるで映画や劇画でも見るような派手な蹴り、これこそが緑の真骨頂である。前蹴りと相手に思わせて回し蹴りを蹴り、中段と思わせて上段を蹴る。決してノックアウトさせる技ではないが、試合を自分のペースに持っていくためにはこの上ない効果が期待できる。一瞬の呼吸で相手の側頭部を蹴る。ジャンプしながらカウンターで相手のボディを蹴る。上段を蹴る後ろ回し蹴りと中段を狙う後ろ蹴り、まさしく伝家の宝刀、緑ならではの離れ技である。
起死回生を狙う一瞬の離れ技、それが胴回し回転蹴りである。相手のタイミングの狂いを読み、華麗に宙を舞い、番頭のごとく襲いかかり、緑は胴回し回転蹴りを自在に使いこなせる数少ない名手と言っていいだろう。1991年11月4日第5回世界大会決勝、男たちの戦いがクライマックスに達した。華麗にして壮絶な戦いのセレモニー、見る者の心を締め付ける感動のドラマ、男と男の熱い血潮が会場を駆け巡った。
小さな天才児緑健二は世界の頂点を制し、自らの手で極真空手の新時代を切り開いた。